今回は暁で一人だけガチの無能がいることに対する読者の反応集を紹介します。それではどうぞ。誰とは言わんが、おらんかったわ。いないんだよな。強いて言うならイタチの元パートナーの首切り包丁おじやろ。サメ肌と他の6本の格差ひどい。弟さんの体に触りますよ。やめろー。桜とババアに負けるやつ。ババアは影クラスや。サソリの毒は綱でくらいしか解毒できるのいないってババアが言うてたぜ。なぜ即効性じゃないのか。長く苦しむ方が周りの敵の士気を下げるんや知らんけど。サソリという地味にチートなせいで井戸転生の時毒使えずさっさと成仏させられたやつ。サソリはイケメンだからええんや。暁はイタチと長戸とオビトがおればええし。コナン、6000億枚起爆札用意できるし。アスマさんが本気を出してればキサメはあそこで死んでいたという事実。サソリもキサメも相手が悪かったよな。デイダラもな。最後みんな全く別の能力で戦うけどあれって忍術なの。それとも特殊能力なん。イタチ、月経限界長と、移植されたリンネガンキサメ、本人のチャクラ吸収自体は得意体質絶。かぐや経由で作られた存在ほか、秘伝忍法か人体実験で何とかした。ヒプラス岩とかの究極忍術。死のやつなんやっけ、あいつ無敵じゃん。餓死するぞ。ゾンビコンビとかいう名前の割にすぐ死んだ奴ら。相手天才やったからしゃあない。カカシとか複数人に倒された奴はともかく鹿丸一人に負ける奴。心臓が8個あるから死なないんを。格図は忍術がガンダムやったことしか記憶にない。なんだかんだ全員キャラ立っててすごい。格図とかいう柱間と戦って生き残れた男。それだけで言うのう。なお柱間殺せなかったことが理由で身内からいじめられる模様。この葉には卑劣様おるしか隔離されるのはしゃあなし。格図の里、この葉の里を舐めすぎていき、柱間は見逃すタイプぽいしな。卑劣様もいるし多分時期的にもまだらもいた可能性高いしそいつらから逃げ切れたのは異常すぎる。まあアニメだと暁の初期メンバーに選ばれたりしちび捕獲したりしてるからそれくらいできても問題ないが、イタチの元相方いいやつだったな。本誌しか見てなかったからこんな奴おったの知らんかったわ。一応、原作でも外の過去回想で一瞬だけ出てくる。めっちゃ怖い人相だけどあいついい奴なのか。美和十三さんね、イタチ神殿でそこそこ出番もらった人。なんだかんだ被弾も能力だけで言えばとんでもないんだけどな。柱間をも殺しうる、数少ない忍術を有してるわけで。前線にさえ出なきゃやなぁとも思うが、ノロマを自称してる割にカカシと格闘できる程度の体術は備えてるわけだし、他連中が化け物なだけよ。カムイと組み合わせたらかすり傷つけて安全圏で勝負を終わらせられる無敵能力だもんな手段がないのが強すぎる。あれってやっぱり柱間殺せるのかな血舐めた瞬間気化しない。柱間細胞をなんだと思っているのか。再生能力あってもさすがに創造再生と同じくらいだと考えれば綱では胸貫かれても死ななかったから心臓はわからん。真っ二つから自力復活は無理だったので首落とせばさすがに死ぬだろう。綱でとじらいやのセリフから考えるに初代も戦死してるらしいから最強でも無敵でもないはずだ。要するに被弾本人についた傷と同じものを与える呪いなので被弾が首切ってもバラバラになっても死なない不死身である以上さすがに首切ってバラバラになれば柱間も死ぬだろう。暁の制服すげえかっこいい。漫画史上最もコスプレされた組織かもね。組織なら、調査兵団の方が多いやろ。ゲームキューブの道盛りで暁の絵作ってたの思い出したわ懐かし。全員強くて魅力的なのはすごいやしっかり見せ場作るのうまい。絶はともかくして捨てキャラがいないのがすげえやみんなキャラ立ってるし暁視点の小説とかアニメ化してくれよう。小説ならあるぞ。誰が一番弱いってすれあるけどすげえ難しいんだよな。タイマンなら被弾最弱かもだけど呪術の野原ネキとかもだがサポート主体にさせたらこれほど頼りになりそうなのもいないし。イタチは天才だっただけで万華鏡ガチャは外れなんだよなつくよみとアマテラスって。この二つの組み合わせはかなり凶悪だと思うぞイタチの目を見ればつくよみにかかり、かといって目線を外せばアマテラスを浴びせられる。万華鏡の中では外れなだけだよなつくよみだって現実得意の常人でも相手にならんしアマテラスはカトンの上位性能で燃費は悪いけども。ぶっちゃけ万華鏡シャリンガンってスサノオが万能に強すぎるからカムイ以外そんなに固有能力いらんよなマダラも固有能力一回も使ってないし。登場時点では最強に見えた組み合わせだったけど目の焦点合う前に避けてアマテラス向こうとかめちゃくちゃなことするから習い影なんかの上位陣は、
比べると被弾だけ攻撃の規模が著しく小さい採血狙いの三枚袴となんか尖った帽子か武器はなく術も他者の血を取り込んで自分の血で描いた円の中でだけダメージがリンクするってのだけだし、強力だけどね。不死と言っても外傷で死なないってだけでオロチマルのような。再生特化の術も持ってないから首を落とさせれれば終了足を切られても終了腕を落とされれば攻め手がなくなり逃げることしかできない格上には秒もかからず無力化されるだろうしやはり暁の中では比較的雑魚。他のメンツは近中音大体どれも対応できるもんな。カッコでイダラは近距離厳しいかな。本誌で見たっきりだからもう覚えてないけど、被弾の術って被弾本人がつけた傷。カッコ血液。じゃないと効果ない感じ。他者でも可能なら確かにサポートなら最強だ。カカシが雷切りで角図の心臓を潰した時の血を使ってそれを釜に付着させしかまるの血だと思わせて心臓もう一個潰してたから他人がつけた傷の血でも使えるし見えないくらい離れてても呪いが発動するので射程も広い。被弾だろうな。不死身がなきゃアスマにやられてたし。その不死身も戦闘力に直結するものじゃないし、ダメージ反射も場所が縛られるから使い勝手は良くない。アスマにやられてたっけ、逆にボコられてた印象しかないんだけど、首切られても自分で縫い付けられないと考えれば強いのか弱いのかわからない。首切られて動けなくなってたからひじきに縫合してもらわなかったらそのまま死ぞ。被弾ブスアスマ。カッコしかサポあり。は体術も忍術の掛け合いも被弾が上手だった。格図いなけりゃアスマとしかまるだけで勝てたよな。しかまるのリベンジ戦から被弾は露骨に弱体化しすぎ。よくよく考えてみればシカマルやカカシは無傷、アスマにかすり傷しか与えられない程度とか明らかに接近戦のレベルが低すぎるな。新品の心臓さえあればずっと生きていられるとかいう風潮他の臓器は新品にしなくていいんか。子供の頃は格図の能力が花がないというか何か暁の中でも地味だなって思ってた今考えるとかなりヤバい能力なんだけど。自分の寄付やすついでに異属性扱えるでいって能力だし強力ではあるんだよなでも心臓ストックはできんが陸道の力持ってもないのに素で異属性扱える三代目は何者なんだろうか。サソリの毒が速攻性。かっこ即死。じゃないのは人中力は捕獲が原則だからだと思う一尾捕獲の任務でデイダラが失敗したらサソリがガーラと戦ってただろうし。飛び、ジャララ長と、リンネ頑固なん、起爆札おばさん絶、全身柱魔細胞。イスカブヤイタチ、ウチハの天才キサメ、フィジカルモンスターサソリ、毒クグツキワメマンデイダラ、影の素質あると言われる天才カクズ、秘伝持ち逃げおじさん秘伝、人体実験おじさん。そういやオロチマルはなんで暁にいたんだっけ、実験のため。この歯を抜けた危険分子のオロチマルを暁に入れておけば監視が楽だからイタチがオロチマルをスカウト。オロチマルはイタチの体目当てで幼少在籍中にイタチへのアプローチに失敗して脱退。以降はサスケの体目当ててに。ゲームではオロチマルがシャリンガン。カッコついでにリンネガン。目当てで私も仲間に混ぜていって言ってサソリ、ペイント人悶着あって入ってきたな。デイダラの C4 カルラとかいうクソチート技好きあれシャリンガン持ちかつライトン持ちじゃないと防げないだろ。あれサスケ以外にやれるやつあるかねシャリンガンライトンだけじゃなくて飛行能力も必要だからカカシ先生でも無理だし。大体のメンバーが5影クラス殺せるの相当ヤバい組織よなまあ5影と言っても実力にばらつきはあるけども。風影全くだらしない5影もいたもんだ。